この間が28だったんでね。そうですね、ちょっとガーッと落ちてきちゃって。うんちはどう？やっぱりちょっとあんまり出ないのと、ちょっとドロッとしてゼリーみたいな感じになったりとか、ベタベタしたりとか。音ちょっと連れてきて。さえずりはどう？ない。ちょこちょこ泣いてはいるみたいです。いつまで泣いてました？昨日今日は泣いてます。あ、でも今日もちょろっと。あ、ちょろっとはさえずってる、はい。すいません、膨らんでるな。今、膨らんでた。それから A とかの、A、B の薬、A は何回ぐらい飲みますか？1日、最低でも2回、多くて4回とか。2回から4回、はい。あ、やっぱり結構苦いじゃないですか、あれ。いや、ちょっと甘く作ったんですけど。本当ですか？15ぐらいになっちゃった。結構苦くて、最近ちょっと薬飲んだ後に吐いちゃうんですよね。薬飲んだ後にちょっと持ってないんだね。今って薬持ってきては、あ、今日持ってきてないですね。温めるとあれかなと思って、うん、ちょっと失敗と口の周り赤いね、うん、今食べようとしてるけど全然さ入ってないですね。そうですよね、やっぱとすごいもう、あ、入ってないな。強制的に上げて元気になるんだったらやるけど、そんなかわいそうなことしてもなって。足見える、はい、足がちょっと違ったね、まあ、これはさ、かわいそうなことって言ってしまえばかわいそうなことなんだけど、こんな体重こんなに落ちてたら死んじゃいますよ、まあ、そうなんですよね、うん、だからその栄養補助ってさ、そんな魔法の治療じゃないからさ、最初からたくさんはね、少しずつ少しずつ少しずつ入れて、それで吐き戻した量だったら増やせれないけども、今吐き戻さなきゃなくて流れてってくれればね、またちょっと2時間か3時間置いてからまた栄養補助するって話だけど、それはちょっと外来ではできない、入院しないといけないですね。ただまあ28、もともと28でさ、そう多くはないんだけど、そうで、一気にバーって減ってきちゃって、僕らで言ったら56キロが50キロだったんですよ。どうしたらいいですかね、この日は。病気なのか、うん、病気だと、要は体温が、要は前も体温が下がってるんですよ、今も、やっぱ足、はい、低体温症なんですよ。これに伴って体温が下がっているということは全身に血液が十分送られてないから、いろんな内臓臓器、肝臓とか腎臓とか心臓とか、あるいは多臓器機能が悪くなっている。多臓器の機能が低下している。だからいろんな臓器の機能を高めてやらないかんだけど、まずはさ、とにかく何度ぐらいのあったかくして湿度をなるべく高めて、まあ、酸素はうちでもいいし、まあ、うん、温度湿度をね、これを何度ぐらいになってんだろうか、ね、何度ぐらいになりました？あ、家ですか、うん、家はもう31から3ぐらいの間今してるんですけど、でも膨らまして、そうですね、でただなんか本人もすごい出たがる、あっちがちょっと温められないんですけど、あっちがもう出たがってて、で昨日の夜ぐらいちょっともういよいよダメかなと思った時に、あまりにも帰りたがるから、うん、だったらもうお家帰すかと思って、まあ、もちろん冷房も止めてるからそれでも30度ちょっと、でお家帰したら割とやっぱ他の子が食べると一緒に食べようとするし、ただまあ明後日は持たないだろうなと思って今日ちょっと連れてきて、じゃあ、この場でできる範囲のことをやらせてもらっていいんですか、はい、とりあえずはそれで、じゃあちょっと血流抑制の治療をしますね、はい、あのさ、食器にさ、ハンドフィーリングする出汁と入れて、それで、入れてそれであの出汁を入れる
手からやって食べます、まあ、この間はちょっとちょこちょこ、まあ、多分振りかはわからないけど、うん、まあ、食べる素振りは素振り出してくれる。私あの豆苗とかはやっぱ食べますね。食べようとはするんですよね。例えば入っていかないからどうしたろうかなっていう。やっちゃうんだよね、これが。そう、こうやって手に乗せると手が温かくなきゃいけない、うん、ね、結構温かくなったり冷たくなったりしてます、うん、だからまあ、こんな足が冷たい子は環境温度を30度、それで全くならなければ33度、それで全くならなかったら35度ぐらいに温かくしてあげた方がいいんですけどね。さっき車の中ではもう多分35度以上ぐらいあった時にはちょっとバキッとはしてたので、うん、少し。この子飛ばない子ですもんね。飛ばないです、大丈夫です。逃げていかないで、うん、置いていてください。食べようとはしてくれるけど、そわそわしてる。じゃあ ICU に入れます。お時間はどれぐらいで大丈夫ですか？あ、自分ですか、はい、あ、今日はもう全然時間は大丈夫です。大丈夫ですか、はい、じゃあちょっとまずは温めます。はい、こんな膨らんどったんで危ないから、うん、で、まあ一応今日は7時までやってるから、はい、7時まであの中に入れましょう。それから、はい、もうちょっとしてそのをチェックして全然たまらないんだったら少しだけ流動食入れます。入れた後もちょっとしばらくここにいてほしいんだよね。入れてすぐ移動しちゃうと吐いちゃうから。あ、はい、でも初めて栄養補助をかけるから。そうですね、この間はね、具合が悪かったけどさ、ここに 20% ぐらい入ってたんだけどさ、はい、今日もちょこちょこ食べてはいるみたいで、うん、けど全然溜まってない。そう、そう、溜まってないんですよ、うん、だからちょっと危ないね。溜まってる時もなんか固形じゃなくてやっぱ麦だからか、ちょっとドロッとした感じの。あとね、じゃあこれね、サイズのことね、はい、それから A の薬を今日何回飲んでます？今日2回です。2回ね。で、B は今日はまだあげてないって。今日やる日？今日やる日です。はい、夜寝る前。じゃあ後ほどね、はい、こうやって AP って書いて、あとサイズと AB から、ちょっと測れる時にいいからさ、温度と湿度を、あ、はい、ちょっと、かなり積極的に温度上げた方がいいですよ。33から35ぐらいで、まあ、湿度は45ぐらいでね、
で、まあ、昼というか夜だよね、はい、でもこうやって乗せて足が高くないとやばいです、はい、本当に、はい、じゃあ、ちょっとね、あんなからいつも治療します。ちょっと、はい、待ち合いでもらってもいいですか、はいはい、また流動食やるようにお呼びしますんでね、はい。